X-15 とナイト・ウィリアム・ジェナイトはアメリカ合衆国の戦闘機パイロット及びテストパイロットであり、後に政治家となった。1967年に実験機の X-15A-2 で有翼機の速度記録時速 7274km を樹立した。1951年にアメリカ空軍に入隊、パイロットとなる。 1954年のナショナルエアショーにおいては F-89 を操縦し、アリソンジェットトロフィーを受賞した。1958年から、エドワード空軍基地でテストパイロットとなり、F-100、F-101、F-104、あとに T-38、F-5 の試験飛行を行った。 1960年、X-20 ダイナソア計画のテストパイロット6人、うちの1人に選ばれた。ダイナソア計画が中止された後は、X-15 のパイロットを務めた。1967年6月29日、X-15 でマッハ4.17で、高度10万7000フィートを飛行中。 電気回路の故障によりシステムがシャットダウンしたが有視界飛行でネバダ州の沼への不時着に成功した。同年10月3日には X-15A-2 で有人飛行の速度記録時速 7274km を記録した。X-15A-2 による16回の飛行の中には 高度10万メートルを記録したものもあり、有力機で宇宙空間に達した5人のパイロットのうちの1人となった。エドワーズ空軍基地での活動は10年ほどで、1968年にから東南アジアに移った後に F-100 による253回の攻撃作戦に参加した。その後、ライトパターソン基地で F-15 や F-5 戦闘機の開発に、 従事した。エドワーズ空軍基地での F-16 戦闘機のテストパイロットを務めた後、1982年に空軍を退役した。キャリアは32年間に及び、総飛行時間は6000時間を超えた。退役から2年後の1984年、カリフォルニア州パー,アームデールの市議会議員、1985年には市長に選ばれ、 1992年からカリフォルニア衆議院を務めた。ありがとうございます。